What's up, ただいび。皆さん、勉強頑張ってますか？今日はですね、ご報告があります。共通テストリスニング全10回、お疲れ様でした。見ていただけましたでしょうか？第5問とか第6問 B とか、特に厳しかったですよね。いやー、本当に、あれを乗り切るっていうのは今の受験生厳しいなと思うんですけども、今回初めていただいたコメントをね、質問だとか、お答えするっていう試みやってみたんですけど、実際やってみたら、リスニングが安定して90点台に乗るようになりました。ありがとうございます。とか、吉武先生の講義を聞いて、英語を頭で全文訳せずに聞くことを取り入れたことで、共通テストのリスニングだけではなくて、リスニングのスピードも少し上がって点数伸びました。みたいな、本当にね、嬉しいコメントを来ました。あとは、この後、ね、今後、どのような練習を積むべきでしょうかみたいなコメントにも、こんな感じでね、丁寧に答えてますんで、やっぱりね、悩みはね、抱えるの良くない。ね。ということで、やっぱり教えている僕と、ね、教わっている皆さんが直接的に、こうやって質問のやり取りをすることによって、本当にね、前向きに取り組めるようになってくると思いますので、これがね、僕もちょっと楽しくなっちゃって、ぜひですね、共通テスト、開始まで、この試み続けていきたいと思いますので、まだ第3問見てなかったなとか、まだ第4問 B 見てなかったな、みたいな人も、もう一度ね、自分が大丈夫だったところももう一度確認してもらって、で、そこでまた分かんないことが出てきたら、どんどん質問していただけたらいいかなと思います。で、そういう質問は他のね、受験生ともうシェアもできますので、ぜひね、僕の悩みなんて、みたいな感じで悩みをね、抱え込まずに、もうみんなとね、悩みをシェアして、で、それをね、答えを共有していってもらえたら、皆さんの役に立てる動画になるかなと思いまして、そういうことになりました。ですので、ぜひ、もう一度見ていただいて、そして、コメント、そして質問お待ちしてますので、よろしくお願いします。そして、もちろん、ね、今年度の受験生だけではなくて、来年度のね、受験生に向けても、ね、今後も、よりさらにね、充実したコンテンツ、始まることも、動いてますので、ぜひそっちの方も楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。そして、今年度の受験生がね、最後までしっかりした準備で、そしてしっかりした結果をつかめるように、最後までフォローしていきたいと思いますので、今後ともただ呼びをよろしくお願いいたします。ということで、共通テスト最後まで頑張ってください。応援してます。ではさようなら。